X メンっていうあの映画のシリーズで、はい、X メンの新しい新作ですね。新しい新作って何言ってんの？はい、フューチャー&パストという映画について紹介しますが、はいはい、これアメリカで今大ヒット。もうすごいですよ、もうこれ。で、日本ではあの今週金曜日公開ですね。そう、もう実公開です。はい。X-Menっていうのはもう7作も作られてるんですけど、なんか1本ぐらい見てますかね。僕ウルヴァリンのやつ見ました。あ、ウルヴァリンのやつ、はい、あれは X-Men の中の1人だけ出てくる話ですね。ウルヴァリンが日本に来るってやつね。日本に行くやつですね、はい、日本であのお風呂入ってあの赤すりしたりとか、うん、あのご飯食べたりとかって、どんな映画だよそれって。そうですね、ウルヴァリンの PV みたいな観光映画かよって感じですけどあのウルヴァリンも X-Men の一人なんですけど、はい、X-Men というのはもうあの実はああいう特殊な能力を持っている人たちをみんな X-Men って呼んでるんですよ、はいはい、でどういう能力を持った人がいるかっていうとですね、はい、今回のフィーチャー&パスタに出てくる人で一番すごいのはクイックシルバーっていうお兄ちゃんが出てくるんですけど、はい、この人は人の何十倍100倍ぐらいのスピードで動くことができるんですね、うん、だからこの人が動いてると周りの人は完全に止まってるように見えるんですよ、うんうん。で例えばだからメガネかけてる人が止まってるように見えるから、そのメガネを外したりとかいたずらとかってできるわけですね、うん、こういう AV がありますよそうなんですか。時間を止めるって AV があって、女の子たちがみんな止まったままでですね、それにいたずらするっていう AV シリーズがあって、シリーズが出てるんですけど、一体どういう需要があるのかよくわからないですが、はい、時間を止まるシリーズね、はい、時間を止まるシリーズ、なんで詳しいんですかファンですか。いや、まあ、嫌いじゃないですよね嫌いじゃないです、そういうの好きな人って本当に女の、だって女の人無表情なんだよあれ。そうなんですけども、夢男の町山さん、そっち展開していかなくていいから、帰ってきましょう、 X メンに帰ってきましょう。いやいやいや、それそういうことができる人とか出てきたりとかですね。やっぱり夢なんですよ。別にエッチなことしてる人たちじゃない、ないんですけど。違いますよ、特殊能力ですから。はい。で、あとね、この X メンのリーダー、あの、二つのグループに分かれてるんですけども、はい、一つの方のリーダーのプロフェッサー X って人は、その、考えるだけでどんなものでも動かす力を持ってるんですね。で、人の心にもあの話しかけられるし、人の心も動かすことができるんですよ。心まで、そうなんですよ。だからものすごい精神の力の人ですね、この人は、うんうん、ただやっぱ頭あんまり使いすぎてね、年取ってハゲちゃうんですけど、この人はツルツルのね、スキンヘッドの、はい、そのライバルにマグニートっていう人がいてですね、はい、マグニートっていう名前から分かるようにマグネットの力を持ってるんですね。磁力、そう、磁力の力で、この人はあの、ありとあらゆる金属と電磁波を操れるんですよ、うん、だからこうするともうほとんどあのスーパー、ま、なんていうか万能で、例えばコンピューターも磁力で動いてるわけですし、電磁波で動いてますし、その電波も操れるし、あと金属なら何でも動かせるから、人間の体の血液の中に入ってる鉄分まで動かすことができるんですよ。だものすごい力を持ってるんですね。そこまでって聞くとこれすごいですね。強いの、めっちゃ強いの。その代わり金属がないと全く何の役にも立たないんですよ。だから日本の農家で釘とか使ってないあの民家とかに行ったら何も役に立たないんです、この人マグニートそこに来ないでしょ。あの鎧の鍵ぐらいしか動かせないんですね、この人ねそれはまた問題なんですけど、ガチャンってちょっと動かせるそう、そういうすごい能力なのかすごくないのか自分でもよく言っててよく分かんなくなっちゃうんですけど、いやすごいです、マグニートの能力すごいですね、はい、民家で建てもないですか。あとミスティークっていう女の人が出てきます、うん、でこの人はね、あのそこに写真があると思うんですけど、青いあの女の人ですけど、はい、この人はどんな姿にもなれるんですよ、うん、でカメレオンみたいな感じなんですね、うん、あの体の感じが皮膚、あの爬虫類みたいな、うん、鱗が生えてて、はい、あのまあ、青いトカゲみたいな女の人なんですけど、まあ、この人は一番すごくてですね、男にも女にもなれて、うん、その人の喋り方とか言語とか全部コピーしちゃうんですよ、うん、コピー人間なんですけどもね、うん、はい、でまあ、こういう人たちがすごい能力を持って何をするかっていうと、うん、普通こういう人たちが出てきたらその世界の平和を守るとかそういう話じゃないですか、はい、そうじゃないんですね、超人たちって感じですもんね、うん、やるべきことっていうのは、うん、X メンっていうのは差別されてるんですよ。え、こんな力持ってるの？で突然生まれてきた特殊能力を持った人たちなんで、まあ、新人類なわけですね、はい、だ今の普通の人類の人たちはそのこの人たちにその地球を乗っ取られると、あ、要するに旧人類から新人類に進化するから旧人類が駆逐されてしまうってことでもって、うん、新人類を弾圧してるんですよ。は、要するに駆り立てて殺そうとしてる人たちとかいるわけですね、はいはいはい、でそれに対して自分新人類たちがミュータントと言われてるんですけど、この中では、はい、X-Men は、うん、
その新人類ミュータントが自分たちを守るっていう話なんですよ。すごくその不思議な話で、不思議っていうか、まあ、ヒーローものでは珍しい、マイノリティがマイノリティを守るっていうのがヒーロー物語になってるんですね。これはだからアメリカっていうその、まあ、多民族社会で生まれてきた漫画らしいストーリーなんですけども、でもあの読む人だったり映画を見る人は旧人類の人間っていう立場じゃないですか。はいはいはい。そこに対立するミュータント敵でいいんですか。まあまあ、これはまあネタ割っちゃうとあれなんですけど、完全にマイノリティの人なんてこの世にいないですよ。人間は誰かは何かにおいてマイノリティですよ。あ、そこの部分で孤独っていうものを抱えたり、自分は人と違うんじゃないかってことを抱えてない人がもしいるとしたら、それはもうかえって恐ろしい人なんで、だからそこの部分で共感するようになってるんですけれども、もっと具体的には1963年にこの漫画が書かれ始めたんですね。でこれちょっと説明しとかないとね、なぜこの漫画が出てきたのか分かんないと思うんですけど、これその当時アメリカはものすごいですね、黒人の人たち、黒人が自分たちの人権を勝ち取ろうとしてものすごい弾圧された時なんですよ。で南部っていうのはあの南北戦争終わってから100年ぐらいずっと差別が続いてて、その、同じバスに乗れないとか、同じ学校に行けないとか、あと選挙権がないとか、そういう形でその南部では黒人差別がずっと続いてたんですけども、それに対してマーティン・ルーサー・キング・ジュニアっていうあの黒人の牧師の人がですね、このやっぱり平等を勝ち取ろうってことでもって、あの非暴力デモと、ただただデモをするだけ、ただただそこに座っているだけ、要するに黒人は座っちゃいけないって言われるところに座るわけですよ、ね、そういう非暴力行動でその我々がいかにひどい目に遭ってるかってことを世界に訴えてたんですけども、それに対してその南部の白人たちはその暴力でもって潰しにかかったんですね。あの放水かけたり、そのまああの警棒で殴ったり、犬をけしかけたり、ひどい時は実際射殺もしてます。で徹底的に暴力で潰そうとしたんですよ、その、あの黒人の平等運動を。それが1963年で、その時に X メンが生まれてるんですよ。はあ。だからこれは超能力の話と言いながら、実はその時アメリカで起こってたその黒人差別との戦いっていうものに影響されて書かれた漫画なんですね。そんな時代背景があったんですね。はい。もう一つはこれを書いた人っていうのはスタンリーという人で、スパイダーマンの原作者でもあるんですよ。でこの人はユダヤ系なんですよ。なるほど。で、あのアメリカのユダヤ系の人たちで、その特にスタンリーの世代っていうのは、あのヨーロッパで弾圧されてアメリカに渡ってきた人たちの息子なんですね。で残ヨーロッパに残ってきた、残しておいた親戚たちは第二次世界大戦でかなり殺されてるんですよ。ヒットラー の, その、まあ、ナチ の, そのホロコーストによって、はい、だからいつ我々は、要するにユダヤ系の人たちって他の白人と見た目は同じなんですけども、いつ我々はそのミュータントのように、まあ、この X メンというのは普通の人たちと一緒に生活して自分が超能力を持っていることを隠している場合が多いんですね、はい、バレるとみんなから化け物扱いされるから、でもユダヤ系の人たちも普通に暮らしてるわけじゃないですか、白人の人たちと、はい、でもいつお前ユダヤ人だってことでもってもう虐殺されるかわからないと、で前あの、映画でですね、グランドブダペストホテルっていう映画の話をしましたけども、はい、あれは要するにオーストリアでは完全にユダヤ人差別がなくなって、ユダヤ人は国会議員にまでなってて、で完全に平等だと思ったら急にユダヤ人狩りが始まって皆殺しになったわけですよね、だから今平等だからっていっていつひっくり返るかわからないと、いう怖さっていうのを持ってて、それも込めてるんですね、あのこの X メンっていう原作には、でこれが映画化されてもう10年ぐらい経つんですけども、そのシリーズなんですよ。で今回どういう話かっていうと、はい、もう未来の話で何年かな、タイトルが Future and Past っていうのはこれ未来と過去っていう意味ですけど、で2023年にあのミュータントを一人一人探し出してあの殺していくロボット、センチネルっていうロボットがですね、そのミュータントをもうかなり殺して、もうほとんど残ってない状態になってるんですよ。でこのどうやったらこれを俺たちは生き残れるのかと、じゃあこのセンチネルっていうそのミュータント見直しシステムをがその実際にその採用される前に行って止めればいいんだと、いうことで、そんな無茶なことができるのかと思ったら、要するにタイムマシンとか使わなきゃならないわけじゃないですか、でそうじゃなくて、ある超能力者の女の子がいて、その人はそのある人の気持ちを、心をですね、
その人の若い頃に飛ばすことができるんですよ。そうするとこれさ、タイムトラベルって物理法則に反してるから不可能なんだけど、心を飛ばすことだったらできそうじゃないですか。なるほど、ね、それでその人のウルヴァリンの心を飛ばして、ウルヴァリンっていうのはすごく、なんていうか寿命は長い人なんで、頑丈なんですね。そうだから何十年前でも変わってないんですよ、この人だけは。はあ。その人の若い頃に現在のウルヴァリンの気持ちを飛ばして、で時代を変えて、そのセンチネルっていうシステムが、そのミュータント見直しシステムが採用されないように、アメリカ政府に採用されないようにしようとする話が今回のフューチャー&パストなんですよ。面白い能力ですね。これものすごく夢があると思いません？うん、僕の今の記憶とか心をこのまま10歳の頃の僕に移し替えたんですよ。危なくない？町山さん。今の町山さんの話、10歳にはちょっと重くない？ダメ？ダメ。ダメかな。だってまず株でめちゃくちゃ儲けられるよ、ね。ほらほらほら。ああ。ね、バックトゥザフューチャーで一番ダメなやつだ。バックトゥザフューチャーですね。ビーフだビーフ。ねえ。そうそう。そう、ビーフと同じですよね。そうですよ。ダメな祭りですよ、それ。ねえ、これ夢あるな。心をタイムスリップってめちゃくちゃ夢ない、これ。確かに。いい能力欲しいな、ね、あの時の失敗は二度と繰り返さないっていうのできるじゃないですか。確かに。ある。ねえ。この能力欲しい。でしょ、はい、あんなものに引っかかっちまってとかね。そうそうそう。どんなものに引っかかったんだ。 ありますよ。で、それはまあ、X メンと全然関係ないんでやめますが。あ、置いておきましょう。はい。いろいろ妄想しましょう。はい。はい。ということでね、戻るんですけども、うん、それで1973年に戻るんですね。うん。で、73年というのはこれ何かというと、ベトナム戦争にアメリカは負けた年なんですよ。ああ。で、ベトナム戦争が終わったんで、その和平協定というのを結ぶんですね、アメリカとベトナムが。はい。それをパリで結ぶんですけど、そこにあのトラスク博士っていうのが行ってですね、そのベトナム、まあ、要するに東側共産主義側と、うん、その資本主義側 の、 その首脳に対して、そのセンチネルシステムを売り込んだんですよ、うんね、でどうやって売り込んだかっていうと、我々はこうやってイデオロギーとかいろんなことで対立してる、国家同士で対立してる場合じゃないと、うん、我々には共通の敵がいると、うん、このミュータントというのを潰すために我々は手を組もうっていうふうに言って、センチネルが、採用されていくんですね。これも怖いんですよ、これ、ね、実際にヒットラーがユダヤ人をその虐殺するっていうことをしたっていうのは、ある程度ヨーロッパ統一のために一つのスケープゴートとしてユダヤ人と共通の敵を作るっていうことで、例えばソ連ともユダヤ人、反ユダヤ人で手を組んでるし、実際にはそのウクライナがあるんですよ、はい、ウクライナとかそのいろんな国を の中にいるその反ユダヤの人、反ユダヤの勢力とナチは手を組んだんですよ、実際に、うんうん、で、まあ、ユダヤ人虐殺とかやったわけですけど、各国で、うん、だからそれと同じことをやろうとするわけですよ。そうなるとまとまりやすいんですね、敵一つ作っちゃえば。そう、のはね、そう、誰か共通の敵を作れば、あの、うん、敵と味方がなくなるみたいな、そういう凶悪な考え方なんですけども、うんうん、でそこに止めに行くっていう話なんですけども、うん、そこで勝手にその、彼らの気持ち、X メン側の気持ちを無視してですね、暴れ回ってる お姉ちゃんがいてですね、うん、それがあの、誰にでもなれる女の子なんですね、あの秘密ラッポちゃんみたいな、うん、あのただちょっとサメ肌なんですけども、あの、ミスティークなんですよ、はいはい、でこれね、ジェニファー・ローレンスっていう女の子が演じてるんですけど、はい、この人アカデミー主演女優賞をあの世界に一つのプレイブックで取った人なんです。あー、全然わからないかった。全然わからないでしょ、はい、アカデミー主演女優賞を取ったもうハリウッドの大スターがですね、この映画ではほとんどずっと裸なんですよ、この青い、うん、トカゲのようなあの肌のミスティークの役でですね、はいはい、これほとんど裸ですよね、これほとんど、あ、そういうこと、ボディに直って感じ、ボディ直ですか、直ですよ、ずっとほとんどこの姿なんですよ、それか別の人に変身してるかなんですよ、うん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 、アカデミー主演女優賞取ってこんな裸仕事やらされるのかと思ってね、いやそうだ、断らないですね、大変だなと思いましたけど ね、まあ、おっぱい大きいからいいんですけどもね、いや理由、それ見る方の理由じゃないですか、ね、もう一つ問題はね、はい、いつもだったら必ず脱いでるヒュー・ジャックマンと、はい、あのマイケル・ファスベンダーが全然脱がないのがちょっと問題ですね。ヒュージャックマンって ねムキムキのボディ見せたがりですけどね、結構ねえ、もったいないですね、はい、女性はそういう感じの映画なんですけども、これがねものすごくややこしい映画なんですよ。ややこしい、要するに
過去に戻ってその過去の事件を収縮しようとしているのと現在にそのセンチネルがその現在の X 面を殲滅しようとするのは並行して描かれるんですよ、うんうん、わけが分かんなくなってくるんですね、見てるうちにどんどんね、そうか今どっちだと、うん、そうこれはもうすごいことになってるなと思いましたけどね、これでもあれですね、まあ、ジマさん最近このあのいいやつのグループがいて、うん、で悪を倒すドタバタするみたいな話よりもやっぱこうちょっとどっちが結局正義でどっちが敵でみたいなのが、はい、あんまはっきりしないけどメッセージ性が込められたやつなんか多いんですね。これね、あのそのマグニートっていうのが、うん、もう一人その X メンの中にいてですね、はい、X メンって2つに分かれてるんですけども、はい、そのキング牧師みたいにさっき言ったその非暴力によってその、はい、X メンの人権を勝ち取ろうとしてるグループっていうのはいるんですね、はい、でそれに対してその、要するに人間というのはものすごく悪いやつらなんだから、うん、滅ぼせばいいんだって言ってる X メンもいるんですよ、うん、それがマグニートで、これはその、これが原作が書かれた当時にその黒人 の, その、人権運動にも2つ派閥があって、うん、その非暴力派のキング牧師じゃなくて、うん、やっぱ白人はこれまで俺たちを奴隷にしたりひどいことしてきたんだからあいつらやっつければいいんだっていう、うん、そのブラックパンサーとかマルコム X っていう暴力を辞さない派もいたんですね、うん、それがマグニート側なんですよ。なるほど。じゃあ実際にそのあったことをこの反映してて、しかもその1973年に戻るんですけど、その時ニクソン大統領なんですが、うん、マグニートはその時にあのケネディ大統領暗殺犯として逮捕されてるんですね、この話では、うん、でどうしてかっていうと、うん、ケネディ大統領っていうのは、どうもそのミュータントに関してある法律を、なんか政策をしようとしてたんで暗殺されたってことになってるんですね、この話では。うん、で実際はケネディ大統領はその、黒人の差別をなくすっていうその公民権法って法律を作ってたんですよ、暗殺される時に、はいはい、で暗殺されたんでその次のジョンソン大統領がその公民権法を実際にはあのサインするんですけども、だからケネディ大統領暗殺されたっていうのは実はその公民権法で黒人を平等にしようとしたからだっていう説もあるんですよ。だそこでまた X メンのその執事と絡んでくるんですね。そういう非常にその政治的な事実が背景にあるんで、わからないに見てるとなんだかわからないと。そうですね。その辺はちょっと、事前のお勉強の話を僕してますけど。いや、最近のね、アメリカのヒーローものって、そのキャプテンアメリカとか、スーパーマンとかも、はい、いろいろとそういうメッセージ性が強いですね。強いですね。特に今回の、っていうか、その X メンシリーズの映画をずっと作ってる人は、ブライアン・シンガーっていう監督なんですけども、うん、この人はユダヤ系であって、しかもゲイの人なんですね。あ、本人が。はい。だゲイの、ゲイもその、要するに隠して、差別されるからってことで、うん、悩んだりしてるって言ってんで、ミュータントと同じとこがあるんで、そのミュータントが自分が超能力を持ってることを隠してて、その親にバレると、その親から、お前は俺の息子じゃないみたいに言われるシーンもあったりするんですよ。X メンシリーズには。だその辺あと親がお母さんがあなたミュータントをやめて普通の人になれないのって言ったりするシーンがあって、うん、それゲイの親が時言ったりする言葉ですね、よくね、ゲイってやめられないのみたいなことをね、うん、だからその辺もねすごくさらに載せてるんですよ。ユダヤ人差別とか、黒人差別にさらにその、もちろんミュータントの話ですから身体障害者差別っても入っていて、うん、でそこにさらにそのゲイ差別っていろんな差別を乗っけてその差別全般の物語に、の X メンというのはなってるんですけども、で特に今回の、映画を見る際フィーチャー&パストを見る際に事前にその、ちょっと知識として知ってほしいことがあって、はい、これハーベイ・ミルクって人は1978年に暗殺されたんですけども、うん、この人がゲイであることを表明しながら、サンフランシスコの市会議員になったゲイであることを表明して政治家になった初めての人なんですね、ハーベイ・ミルクって人は、うん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 、でこの人の、演説が引用されてます、この映画の中で。それを知らないとそのあれこのなんか演説してるシーンのこれ何のことを言ってんだろうって分かんないと思うん で、うん、でどういう演説かっていう と、お医者さんとか弁護士とか成功してる人とか有名な人は自分がゲイである場合ゲイであることを世間に表明してくださいって言ったんですよ、ハーベイ・ミルク演説の中で。これをカミングアウトって言うんですね、自分がゲイであることを表明することを。でそういう人たちが自分がゲイだってことを言うことでゲイであることで悩んで誰にも言えなくて辛い思いしてる人たちが助かるんですと、そういう少年たちが救われるんですと、うん、希望を持てるんですと、あなたたちがカミングアウトすることでと。なる
ね、でさらにそのハーベイ・ミルクは私は同性愛者についてだけのことを言ってるんじゃないと、希望ということは黒人でもアジア人でも身体障害者でも老人でも全ての差別されてる人マイノリティが同じことなんですと、一番大事なのは希望なんですっていう演説をしたんですよ。だからカミングアウトしてくださいと。あ、そうなんだ。その有名な演説がこの X メンで非常に重要なものとして出てきますね。まあ、ぜひ見ていただきたい。それは知っておかなければなりませんね、うん、これはね、いう感じなんですけども、ちょっと一曲かけたかったんですけどもう時間ないですね。あ、そうですか。さっき言ったクイックシルバーがあの時間を止めて走り回るシーンですごくいい曲がかかるんで、その辺もちょっと、1973年のヒット曲がかかりますんで、はい、まあ、注意して見ていただきたいということで、はい、お時間でした。はい、盛りだくさんでありがとうございました。はい、もう間もなく日本でも公開、今週金曜日に公開されます、うん、X-Men Future and Past ご紹介いただきました。町山さん、ありがとうございました。どうもでした。